えー、ベガ FX の S バンドっていうねフレームを買ったんですけどもこれはですねフリースタイル用のフレームでして上にバッテリーが乗るものになるんですけどもねだいたいあの重視というスタイルその中でもね、えー、S バングスバング S バンドどう発音していいかわからないですけどもそういう飛ばし方をする方にね用に作られたものでねまあ実際その S バングがうまい、えー、2人3人ぐらいがなんかこのベガ FX のこの制作に関わったというか,か監修したとかいうやつかなそういう感じでね、あのー、加わってやってるんでもうこれは S バング専用フレームだと言ってもねいいんだろうと思って僕はちょっと購入したんですけどもうん まあもうかなり組み上がってねここまでいってるんですよでねうん結構作っててなんかいろいろコツというかつまずいた点が多数あったのでそこら辺をちょっと解説というか説明というか記録しておこうかなと思いましたうーんまあ普通こうフレームっていうのはねフリーベンのねフレームっていうのはこのボトムのこのプレートにね、えー、4枚この アームが乗ってでその上からこのプレートを挟んで固定するというものなんですけどもあ最近のフレームはね結構このネジをねこうアームのネジを締めた段階でねプレートで圧着して固定しているというよりもこのアーム同士がねあの圧迫し合ってこの真ん中でねグーッと圧迫する形になってそれで剛性を引き出している感じなんですよね。 で僕がね前買ってたというか今でも使ってるエイペックスのフレームなんですけどもこのそれプラスねこのアームの厚みと同じ厚みのこの小さい部品がね真ん中に詰め込むようになってるんですよでそれによってまだもう一層この合成を出してる感じなんですよねで今回の場合ねこれエイペックスよりもかなり新しい、えー、設計だと思うんですけども またアーム同士が真ん中で圧迫し合って剛性を高めているという形になってるんですよねちょっと僕にしたらなんか退化したなという感じでちょっと不安なんですけどもそれでもねこれを作っていくうちにねやっぱりかなり剛性あるなという感じがありましたでそれまあ何かと言いますとまあ大体このまず3つをねこのアームをネジを止めるわけですよ このねプレートに貫通してこのネジがねいってるでしょ、うん、でまあ閉めてんで最後残り1本ねアームつけようか思ってグッとこう押し込んで,でこうネジ閉めていったんですよそしたらねもう全然その上の一番上のプレートの穴とね、えー、ネジの位置が合わないんですよねも,うもっとこのアームがこう下がってくれないとこのネジがこう。 斜めに上がっていってていね最終的にプレートに合わないみたいな感じになってるんですよ。だからもうアームがねちょっと上すぎてもうちょっと抑え,抑え込まなあかんなという感じなんですけども、まあ、僕はちょっと証拠的なミスとしてこの3本をちょっと仮止め程度に止めてなくてねガチッと止めてしまったんでこの,この3つのまあズレがねここの1つに集中してるんだろうということで、ね、僕はちょっともう仮止め状態にまた戻しましてねで再度こう押さえつけたわけですよ。それでもね まだちょっとこうちょっとじゃなくても結構まだずれてるんですよねでこれどうしたもんかなとか思ってもまあとりあえずもうこの上のねプレートが外れるぐらいまでねネジをこの取りましてで再度こう足を合わせましてねで合わせた状態もうずれへんようにこのテープでもこうやって貼ってでピタッと刺してから上のプレートをねちょっと真ん中にこう慎重に載せていったわけですよ。 まあそれでもね慎重に乗せてもその時点で4つの足は合わないんですよねだから軽ろうじてこの、まあ、例えばこの3つの足にねこの穴にちょっと乗っかるというかちょっと、えー、スポットはまるというかねそれぐらいの状態にしてでそれを押さえつつその状態グッと押さえつつこの、えー、ネジを回す回すというかねしていくと、えー、まあ先よりはねかなりあのずれがね 少なかったんですよでしかもまあまだやっぱりずれてるからちょっと無理やりこう斜めにしたりしてねこう持っていってあって回してたらようやくねこうネジが入りましたでちょっと入った段階でねうんでこの体格のこれをまたちょっと締めてでこの隣をまたちょっと締めてでこの巻いた体格をちょっと締めてでまた元に戻ってちょっともうちょっと増し締めしてっていう感じにしてねあんまりこの4つが うん、いきなりこのか一方ねじ込んでしまうとねプレートがまた斜めになって、えー、また力がかかってパキッと取れてしまうようなことがあるんでちょっとずつちょっとずつねバランスよくこれ締めていくとまあ今の形になったという感じなんですよ。うん、かなりまあ強く締まってるなということでそのことだけもやっぱ剛性がかなり、えー、効いてるんだなと思いました。うん、そしてねこの、うん アームは大体もう2本以上のこのビスによってね止められてないともうフラフラになると思うんですけどもその,その今止めた分の内側にねこの4つまたネジがあるというわけです。でそのネジがねこのエイペックスと違ってねこの FC のその支柱と兼用になってるんですよだから3センチぐらいあってね長いんですけどそれを頑張ってねもうこうググググ入れていくとね、まあ、最後の1本がやっぱりまたやっぱり硬いんですよねでそれでも頑張って入れちゃうとねこの舐めました 穴が、ネジが失敗したなと思ってもうしめんどくさいから、このこっち側であのー、あれよ、ペンチで回して閉めましたもう後に変えますけどねどうせ変えなあかんことになると思いますうんというわけでね、まあ閉めれたということなんですけどまあ、硬いんですようんあ、これごめんなさい、忘れてましたこれね、1センチのネジを最後真ん中に最後か、なか知らないけど まあ真ん中にこう乗せるわけですよこれ最後じゃなくても良かったのかなもしかしたらこれ初めにやってたらセンターがあったのかなあのプレートのもしかしたらそうかもしれない僕はやらかしたのかもしれない、うん、でもどうなんかなちょっとずやっぱり初めはちょっとずれなあかんのかなちょっとわからないけどもしかしたら真ん中にプレートをつけた段階でこの足決めていったら 早くやれ,たかもし,れない、ね、でしかも今思い浮かんだんですけど外側じゃなくて先にこの次には3センチのネジをこういう内側の方がやっぱりズレが少なくなるのかな、うん、もしかしたらそのやり方した方が良かったのかもしれないねもう今となって分解するのがすごい面倒くさいのに嫌ですけど、うん、まあ,あのこういういろんな方法があるわけですわね。 でままあ、かなり剛性が出ましたとただね、まあ、エイペックスと違ってこのまあブロックさっきも言ったようにねブロックで押さえつけてるっていうことはやっぱり面で押さえつけてる、えー、傾向が強いわけですよエイペックスは。でもこれはちょっとこのネジによって点によってね押さえてる感じなんでそこら辺がちょっとずれやすいんじゃないかなとか思ったりするんですけどまあ素人考えですけどねまあまあそれは飛ばしてみないとわからないかもしれないです。で 何かなこの合成以外の特徴といえばやっぱりねここがこすごい高いんですよ。ということでかなり積載量が、えー、大きいということでですねあのまあ APEX の場合ね ESCFC と並べたらもうギチギチにやってもね、うん、もうほとんど余ってなくてねこの結局そこの上をねそのバッテリーストラップが通らなきゃいけないのにこのバッテリーストラップがね FC に触れてるんですよね。 FSC に触れてるっていうことは、もうバッテリーストラップから機体のこの振動が FC に伝わるので、ちょっとよろしくないなと思ってたんですよ。うん、実際、設定がちょっと、あのープロ、プロペラウォッシュが取れないやつもあったりしてね、ちょっと難しくなってるんじゃないかなと思います、そのせいで。でもこれはね、かなりもう、これ1センチぐらい余る、1センチは行き過ぎか、5ミリぐらいは絶対間が余ってね、もう余裕でこれが通るので、うんあのー、すごくね、そこら辺はちょっと期待してるところなんですよね。 でまあ、実際ね、このエ p ペックスのフレーム使ってるって言ったけども、もこのコピー商品だったんですよ、だから、まあ、フレーム自体はねうん、まあまあ使えるかなっていう感じだったんですけど、どうもこの周辺パーツがね、しょうもないのを使ってまして、この支柱というか、そのスペーサー,ー、一つ見てもね、その素材が全然違いました、でこれ、ついてきたものはね、軽くてね、でしかも硬そうなんですよ、もうエーペックスの分はね、すぐこの上の,あのネジ山がね、な、うん、めますわ。 で、使い物にならなくなってね、買えないといけないということなんですけども、これはね、あのなかなか良かった。だから僕は予備を買ってたんですけどもね、えー、これもこれ十分かな、この予備やったら。うん。ということで、あと他は、あこのね、もう付けてるんですけど、この TPU のこの、えー、スペーサー兼、フレームから ESC に対するスペーサー兼、この絶線パッドみたいなのがありまして、 これがね、なかなかよくできてまして、この、ね、まあ、このフレームにねじ込んでいたフレーム側のこの金具にポソポコッとはまるようになってましてね。うん、で、そこの上に ESC を置くんでしょ。で、もう一つついてるこれ、穴の開いてない方のこれ、スペーサー、まあ、足の方を下にして、この ESC の上を置いて、で、この上に FC を置くっていう感じかな。まあ、ようできてますね。うん。うんで、それと、何や。うん。もうカメラはもうあんまり変わらへんね。構造は、エペックスと。で なんか知らないけど、このコン,コンデンサーがついてました。キャパシタかな ?35V1000 マイクロファラドが2つ。これはパラレルでつけるのだと思います。この2つついてるということは。よりはかなり大きくなるということですね。でも6セルの方には 35V はちょっとあの不安かなという感じですけどもん。なぜかこれもついても ESC みたいな付属がついてますね。うんでネジ、ネジなんですけどねこれね。 何かなこれはうん1 2ミリと1 4ミリというネジがありましてこれ僕とりあえずここはね1 4ミリつけたんですけどこんだけ余ってるんですよねうんでね最終的に1 2ミリが余ったんですよだからここ1 2ミリでかったのかなぁとか思って今さらでもこれ1 2ミリが最終的に余るっていうことはなんか選択肢を与えられてるんで何の選択肢やねんっていうその意味が分からん 感じももあるんですけども、うん、まあ、とりあえずこれいったのかなとか思いますね。うんであとはまあねモーターとか載せて実際飛ばしてみるとわからんところ。あ,あとこれねこれはねエイペックスのコピーと全く違うところがね全くというかもうこのバッテリーずれ止めですね。でこれの素材がすごくいい。このエイペックスの方はねバッテリーずれ止めのくせにここがあのむしろスルスルしててね。何ののための 文化分かいっぺん試しに飛ばしてみたんですが、案あの定バッテリーがずれましたでこれはもう完全にこの滑り止めの状態になってます、うん、あれバッテリー滑り止めのやつねこれ、まあ、テープがついてるのかなとか思って剥がそうとしても剥がれへんしねあれは完全にツルツルなんですよちょっと意味が分からなかったうんということでまあねこれはすごく安心ですというかこれは皆さん知ってるというか当たり前なんやのけど本当はまはあ、ということでうん まあそれぐらいかな今のところは、うん、まあさっき言いましたコツねまあ、僕自身も忘れるということで記録してるという面も、うん、次回制作時に、ねえー、記録してるという面もあるんですけどもまあ、うん、そういう感じで反戦点も含めちょっと行ってみましたさよなら。